土日のために。
時代を経てですね、本当にご覧させていただいております。まあ、今日はね、ゴールデンウィークの、3日目ですね、はい、ということで、また明日からお仕事を休んでいらっしゃるんですけど、明日はお休みですか、明日からお仕事なので、家族でいらっしゃるんでね、まあ、今日一日ね、ここで楽しんでいただければと思います。まあ、私はちょっと有給を取らさせていただいてですねで、29、30、1日が仕事ですよね、普通はですよね。やっぱり3日間、ね、有給を取らさせていただいて、で私、田舎がですね、四国の徳島なんです。で、まあ、今先ほど本庄市から帰りましたって、申しましたが、本庄市っていうのは、まあ、こっちに移住んだというか、まあ、仕事の関係でご自宅でね、25、6年になりますけど、本庄市の方で、本庄市っていうと小玉町なんですけどもね、市町村合併で、本庄市になって、本庄市からは、お前っていうのは小玉だっていうちょっとね、微妙な感じでございますけどね、そういう感じで、四国の徳島が田舎でございますので、今晩からね、ちょっと車を走らせまして、四国の徳島まで車で、ガッと行ってですね、ちょっとね、田舎には親父が一人ちょっと呼んで顔を見てね、で顔を見つつ、松山の方でちょっと友達が、ライブやってくれということなので、その足でね、松山まで走りまして、でライブをやって、でまた親父の顔を見に帰ってきて、まあ、2日間ぐらいいてでまた松山戻ってきて、また農林公園ね、C56 じゃあは6、5、6なんかじゃあ C56 ね、C56 うち、またこちらでね、出させていただきます。まあ、そんな感じで、ね、中野達義となってやっておりますが、普段普通のサラリーマンでございましてですね、まあ、ギターがこう、なんていうんですかね、今趣味ということでね、やらさせていただいております。では、ですね、中野達義さんも確か歌わないんでね、ちょっと申し訳ない、知らない曲が出てくるかもいっぱい出てくるかもしれませんが、我慢していただいて、まあ、なるべくご存知なというのはやってみたいと思いますが、次の曲は、トンボという曲でございます。もしよかったらね、歌っていただければと思います。
ね、皆さんも歌っていただいて本当に、嬉しい限りでございます。ということで、まあ、中町さんもね、確かこの歌えないわけでありましてですね、なかなか中町さんの有名な曲というね、歌えないわけでございますけども、まあ、こうパッと見ですね、まあ、ちょっと、古い曲の方が、まあ、あるかなという感じでございますんでね、昔、長渕さんが有名になった曲で10個という、ね、曲がございますので、それをちょっとやってみたいと思います。B 面に入ってました、曲があるので、それをやりたいと思います。まあ、B
今の方は CD を聴くとね、あのこうひっくり返すというこの概念がないんですね。あのサイド B とかっていうタイプのカップリングって言ったりしますけど、その当時は B 面と、でね、ひっくり返して聴くということでございました。ということで、涙のせいだなという、B 面に入ってまた入ってましたです。
じゃない方あ、泣きっつれの正面の方の、あ、わかりました。ね、長渕さんの楽曲の中でシャボン玉っていうの2曲ございまして、私が好きなのは、あの古い方のねシャボン玉好きなんですけども、リクエストいただいたのは、これあのテレビドラマの主題歌ですよね、あれはなんだ、ヤクザでしたっけ、何でしたっけ、ボディーガードでしたっけ、ね、ちょっと忘れましたけども、それの主題歌でしたね、シャボン玉という曲を、じゃあやらさせていただきます。ヒリヒリと傷口に染みて眠れなかったよ、泣きつらにしょんばん駆けられた夜、悪情つまらぬこだわりは身を縮めるだけだった、もの一瞬なら、もお前を愛せてよかった、枯れ果ててしまってもぬくもりだけは残ったよ、妙に悲しくて潔くて本当に気持ちよかったよ。
ですね、前半の。で、いわゆるバンマシっていうか、あれなんていうフロントマンっていうんですかね。そうですね、フロントマン。こう合唱団みたいな感じで、こうまあね、こうみんなこう、こういう感じでガーッと、まあ、10人ぐらいいて、で、指揮者みたいな形で、こうリードのボーカルを取ったり、あとはこう指揮をしたりとかね、っていうこの前で踊る人。踊る人。踊るポンポコリ。合唱団の指揮をやっています。そうですね。と言いながらも、動くんですよね。動きながらこう。自分で歌って踊って。そうそうそう。そういうね。それで、まあ、隠れなくなってしまうと。ということでね、たまにこちら遊びに来ていただいて、ます。では、何がいいですかね。うん、祈り、じゃあ祈りいきましょう。ということで、長尾剛さんがね、祈りという、これが多分2枚目か3枚目のシングルでしたね。割と古めな、かなり古めな感じですね。思いますかね。ということで、まあこちらの連公演ね、まあ明日からお仕事という方が大半でございますけどね、今日一日ね、もうそろそろ終わりでございますけど、ね、楽しみにいただければと思います。また5月の C56 はこちらのでね、フリーマーケットもやっておりますし、ライブもやっておりますのでね、もしよろしければまた遊びに来ていただければと思います。では祈りという
Oh,
らっしゃるので、名ギタリスト、群馬の名ギタリストが、お越しいただいているので、無茶ぶりをね、してみたいと思います。それでは、交差点という曲をやってみたいと思いますが、ですね、脳科学の A、thank you.
盛り上げたのでもう少しやらさせていただきたいと思いますが、あとまたあのリクエストございましたら今ないそれではですね、素顔という曲をやってみようかなと思います。2人で、最後の曲になります。素顔ニハモノインマイナーですね。
ですね、かなり時間が多いですので、ね、と思いますが、そうですね、あと2曲ぐらいですかね。ダメかダメっぽいかってな。それでは、最後のお曲とさせていただきます。長畑剛一番最後の曲は、まあ、お決まりの逆流という曲でございますけども、まあ私も今年、去年50年になりまして、これからまた、子育ても終わったんで、第二の人生じゃないですけども、好きだったギターをね、もう一回ね、押し入れからこう引っ張りですね、でちょっと、若い頃の夢を少し追いかけてみようかなということで、歌い出しております。そんな感じでね、まあ、先ほど幸子さんも言ってましたけども、幸子さんもなんかギター始めて3年ということでね、非常にこの本まかいなっていう感じのですけども、やっぱり好きっていうね、いわゆるこのなんか音出すのが好きとか、なんか叩いてて楽しいとか弾いてて楽しいって、ね、この頭の中真っ白みたいな、感じにね、なれれば本当に、幸せっていうかね、楽しい時間を過ごせるんでね、もしよろしければ皆さんなんかね始めてみたらいいかなと思います。なんか始めるにしても年は関係ないと思いますね。でよくそのまあちょっと学校の批判じゃないですけども、音楽のねこの取っかかりがほら小学校の時とかね、保育園かもしれませんが、なんか強制的にやらされる、例えばカスタネットだったりすると、ズンチャズンチャズンズンチャってこれやらされるみたいなね、まあ、こういう感じで、やらされると、なんかちっとも楽しくないのでございますけどもね、それをこの、やっぱり自分でこのなんかズンってやった時に、あ、なんかズンがいいなと、でこうズンもちょっと叩く聞き方が違うと、なんか違うズンになるみたいなね感じで、こう音を楽しめればね、楽しいかなと思いますので、皆さんもなんかね挑戦してみてはいかがかなと思います。というあんまり締めになってないおしゃべりでしたけども、では、またね農林公園C56 ね、また来月歌わさせていただきます。皆さんの、楽しい仲間をねいろいろ売っておりますんで、もしよろしければね、また見に来ていただければと思います。あと、まあ、フリーマーケット、それから、まあ、表的にお釣りとかね、木の工作とかいろいろありますので、また、ね、楽しんでいっていただければと思います。今日一日本当にね、楽しい時間ありがとうございました。ということで、長畑剛、最後に歌をさせていただきます。